ちゃくちゃ有能やん、この人。キャンベルの病気ちょっと心配になるな。キャンベルの病気がちょっと心配だな。どんどん症状悪化してるな。大変だ、ビッグボス。キャンベルが倒れた。詳しいことはわからないが、しかし、以前見たことのある熱帯熱マラリアの症状に似ている気がする。最初の発作は今はもう収まった。今私の後ろで横になっている。マラリアというのは確かなのか。予防薬飲んでいたんだろう。私は衛生兵ではないから確実なことは言えない。だが症状としては。大丈夫なのかこれ。衛生兵が必要だね。通信基地か。OK。うん。キャンベルを助けることからだ。よし。戻ってきたよ。そんなに私の話が聞きたかった？あ、実はそうなんだ。お、珍しい。素直に言ってる。知らないな。なんだろう。蚊がウイルスを運んでくる？蚊か。感染経路蚊か。ウイルスで虫。虫が体内に入るの？気持ち悪い。熱帯熱マラリアは、メスのハマダラカに媒介されたマラリア原虫が人体に侵入することで感染するの。気持ち悪い。普通は予防薬が発症防いでくれる。薬剤に耐性のある原虫集団もいる。それはどうすればいいんだ。話してた。お、場所わかるんだ。ナイス。助かる。やっぱ現地の兵士を味方にしたの正解だったね。場所がわからないと、マジで一個一個手探りで探してたらもうキリないからね。設備は整ってはいない。ひどく大量の薬品と医療用資材。なるほど、医療スタッフね。医療スタッフらっちろ。そうだよね。そうだよね。らっちろ。キャンベルだ。排出リスト。研究所行き。脱走者の追跡はどうなっている？まだ捕まらないのか。さあ、このまま奴らを取り逃がすようなことがあれば懲罰者だぞ。おい、ハイソンだ。あの男を呼び戻して追跡班を指示させる。
研究所の警備も怠るな。なんだこの感覚は。病院に治療薬がなしか。研究所ね、怪しいね。病院の医療用資材はその全てが研究所に移送されていた。研究所に向かいマラリア治療薬を再度捜索するんだ。病院に運び込まれていた医療用資材は全てその研究所に移されたらしい。ということはマラリアの治療薬もそこにあるはずだ。どうにか薬を探して持ち帰ってくれ。頼んだぞ。ヌルの状況は調整層内で記憶やの初期化と感覚神経の再調整中です。最低でもあと12時間は必要かと。半日もかかるのか。出撃するたびに再調整が必要とはな。所詮は試作段階の実験体か。申し訳ありません。培養液の調合に手間取りました。やはりこの研究所の設備と我々だけでは。分かっている。そのために専門家を連れてきた。主任を。しかし脱走した捕虜の行方が分からない。絶対兵士の出番があるかもしれん。培養液が安定したらすぐに調整層を運び出す。準備しておけ。わかりました。隊長。わかっている。カニング。動くな。隊長、注意。ご無事で。問題ない。申し訳ありません、隊長。お怪我は。心配はいらない。私を傷つけることなど運命が許さない。それよりも君は動かない方がいい。負傷者の手当てを頼む。作業を急がせてすまない。だがこの寺院、諸君らの働きに対する敬意をひとときたりとも忘れたことはない。諸君らが手掛けているこの研究所の設備は我々の新たな国家建設には絶対に必要なものだ。だが諸君ら自身も我々の国家にとって同じく貴重な資源であることを忘れてはならない。我々が求める国家は最も純粋で強靭な軍事集団で、兵士を政治の道具として使い捨てる時代を終わらせるため、戦争という選択肢を国際政治から抹消するために、最高の戦力とともに生まれる傭兵国家だ。軍事技術者であり、そして兵士である諸君ら一人一人がその新たな国家の国民であり、財産であり、そして軍事力そのものである。無意にその貴重な資源を損なうことのないように、私は切に願う。奴がジーン、今の声、そして未来予知 ESP なのか。やばいね、若松さんや。待ってくれキャンベル、見つからねえんだ。なんだこりゃ。こいつは。ナレン、立ち入り禁止の張り紙が読めないの。あなたは子供。なぜこんなところに。私はここの責任者よ。責任者。君が。お前たちは上を捜索しろ。
残りは俺についてこい。こっちよ、スネーク。そのロッカーの中に隠れて。なんだって？急いで。何があったのですか？調整室内は立ち入り禁止になっているはずですよ。主任。ミス・エルザ、不審な男を見かけませんでしたか？いいえ、何かあったのですか？研究所内に侵入者がいるという報告がありました。付近で怪しいトラックを見たという者もおります。ここには誰もいません。私と彼以外は。絶対兵士の調整に悪影響を与えます。出て行ってください。わかりました。もし侵入者を見かけたら至急我々にご連絡を。驚いたな。本当に君がここの責任者だったとは。なぜ助けた？わからない。必要なことだという気がしたから。なぜ俺の名前を？君もフォックスの隊員なのか？いいえ。だがその制服は。ああ、違うんだ。さっきヘリポートでカニンガムたちと一緒にいたときに。姉よ。姉？フォックスの隊員は姉のウルスラ。私はただの衛生兵。若いな。私と同じ年のときにはあなたも戦場にいたでしょう、スネーク。いえ、ビッグボス。ウルスラと私は ESP の素質がある子供たちを集めて研究している施設で育てられた。私の能力はとても弱い。でもウルスラは違う。彼女は共産圏でもトップクラスの能力者だった。特殊な訓練によってウルスラは強大な力を手に入れた。代わりに彼女は人格をなくした。言葉を交わすこともできないくらい。4年前、フォックスの任務としてジーンが私たちを連れ出したの。 CIA が共産圏の ESP を手に入れるための任務。それでジーンと一緒に反乱を。ええ、そうよ。絶対兵士と呼んでいたな。こいつも ESP を。絶対兵士は普通の人間よ。いいえ、かつては普通の人間だった。全く新しい方法で教育された兵士。感情を持たず、疑問を抱かず、ただ確実に任務をこなすために作られた究極の兵士。彼には人間としての一切の記憶はない。残っているのは戦闘の技術だけ。記憶がない？絶対兵士は任務を達成するたびにこうやって再調整を受けるの。調整層の中では五感のすべてがシャットアウトされる。絶対兵士の感覚は鋭敏に研ぎ澄まされている。普通の人間には決して真似できない速度で敵の動きを認識し学習する。そんな無謀な訓練に人間が耐えられるのか？無理よ。もちろん絶対兵士のプロジェクトは放棄された。彼が唯一の成功例だから。彼の暗号名はヌル。感情も記憶もなく、開発番号すら破棄されたロストナンバー。ヌルと戦ってはならない。あなたは絶対に勝てないわ。そうかもしれないな。それとも今ここで私ごと彼を撃つ？俺の目的は暗殺じゃない。無抵抗の兵士を撃つ趣味はない。やっぱりあなたは優しい人ね、スネーク。これを持って行って。クロロキン耐性のマラリアに対する治療薬よ。あ、俺の探してるものがよくわかったな。時間だ。調整層を運び出す。準備は終わっているな。すみません、まだあと少し。すぐに迎えの兵士を送る。急げ。ここから外に出られるわ。港に行って、あなたが探しているものが見つかるはず。まるで占い師だな。では占いをもう一つ。ウルスラがあなたの前に現れることがあったら、その時は彼女を撃って。ウルスラ、君の姉さんを？それができなければあなたは殺される。次はもう少し景気のいい占いを頼む。よかった、これでキャンベル治ったのいいね。危なかったな。
俺たちの探してるものっていうのが一体何のことかわからないけど、こいつを見つけに行こうぜ。イエスト。動くな、アメリカ人め。薄汚い手で私のコレクションに触れるな。おやおや、誰かと思えばスコーロンスキー大佐ではありませんか。逃走中とは聞いてましたが、まさか基地司令ともあろうお方がこんなところに隠れていらしたとは。黙れ、貴様のごときが私の基地をいつまでも好きにできると思うな。本国から増援が来ればすぐにでも叩き出してやる。貴様らにこの基地が本当は誰のものか思い知らせてやるぞ。あのジーンとかいう若造にも。見苦しい。人望のない将校は苦労しますな。黙れ。なんだ、貴様の体は化け物め。自分が殺そうとした相手を化け物呼ばわりか。失礼な。くそ、私の腕が。侵入者がこの辺りをうろついているというから、わざわざ出向いてきたというのに残念だ。せっかく懐かしい友の顔が拝めると思ったのに。なあスネーク、我が存在理由よ。お前は、あんたには俺が殺す価値もない。が、またうろつかれても面倒だ。か。まあこんなものか。貴様、この私を家畜の檻に。あまり騒がない方がいい。運が良ければ飢えて死ぬ前に氷が溶けて出られるだろう。体力は温存するんだな。バイソン、生きていたのか。誰だ、この俺を殺しに戻ってきたのか、アメリカ人め。君、何をしている。スコーロンスキー大佐の命令だ。侵入者を排除しろ。お前はさっきの男とは違うな。安心しろ、今では俺の命令を聞く者など誰もいない。4週間だぞ。あのジーンという若造がここに来て、たったの4週間で何もかもが変わってしまった。あんたに従う兵士はもういないのか。いるものか。あの男がわずか4週間でどうやってこの半島の全てを支配したか教えてやろうか。傭兵国家を作ると宣言したんだろ、兵士のための国家を。傭兵国家だと、バカバカしい。どいつもこいつもあの詐欺師に踊らされおって。だが私は騙されなかった。奴が使ったのはもっとシンプルな手だ。誰もが心の中に隠し持っている欲望と、その裏側の恐怖。硬い壁に覆われた心の中の最も柔らかい部分を、あの男は軽くついただけだ。恐怖、そう、恐怖だ。恐怖。お前が構えているようなちっぽけな武器など、あの男が運んできた恐怖に比べればどれほどの価値もない。まだお前には分かるまい、あの男の恐ろしさが。恐怖か。ラボチキン LA5、 第二次世界大戦中の戦闘機がなぜこんなところに。私のコレクションの一つだ。フォッケウルフやメッサーシュミットとも互角に戦った我が祖国の傑作戦闘機。あんたは戦闘機乗りだったのか。そうとも、そうだ、戦闘機だ。ミグでもスホーイでも構わん。戦闘機さえあれば人員を今すぐにでも蜂の巣にしてやれる。誰か、誰か俺に期待を持ってこい。
来たよ。